うも、キング&プリンス大好き、まいこです。さあ、今日は念願の、キング&プリンスファーストドームツアー、ミスターの、フラゲムです。まず、どんなものが届いたのか紹介していきますね。開けていきまーす。まあ、当初はさ、円盤化の発表が全然なかったからさ、どうなることやらって思ってたけど、おい！円盤化として残してくださって本当にありがたい。しかもさ、特典の映像がさ、結構面白そうなものたくさんあって、ワクワクしてた。そういうキンプリちゃん見たいみたいな映像が入ってる気がするんだよね。いつまで経っても開け方。迷子。ここか。いい？何だ？あ、お、得点。ずっと分かんないんだけど、正解の開け方ってどうなの？あー！分厚い。カイちゃんのこのロゴめっちゃ可愛いよね。こっちが通常版か。通常版に対して、見て。すごい熱い。もう期待しちゃうんだけど。そしてこれが特典だね。あっ、裏もある。マジで王子じゃん。しかもさ、普通のポストカードと思いきや、見てほら、あのセットだよ、観覧車の。え、このさ、時計の時間とかなんか意味あるかな。ないか。あー、シンデレラガールじゃん。これがクリアポスター。見て、ライブ中なのに全員イケメン。不意打ちなのに顔が崩れないってすごいよね。これが先着特典ね。まず通常版から開けてきますね。うわ、傷つきそう。怖っ。どうしてるみんな。あ、いいじゃない。浅く入れて筋を。この顔まだ使えますから、ここに戻すから。はい、綺麗に剥けました。わー、岸くん笑ってる。4月18日、東京のラストか。あ、参戦日じゃない。開けますよ、一緒に見ましょう。あー、赤、深い赤色。へー、あー、ちょっと折れちゃう。え、なんかかっこいい。どこの部分？ステージセットだよね、でもね、多分ね。わー、かわいいの発見したんだけど。ショウくんが、で、ジンくんが、皆さんも見つけてみて。今日かわいいから。1、2、3ページほどあります。一緒に入っております。ディスク1、ディスク2。こちらね、あと中見ていきたいと思います。そして初回限定版、マジ楽しみ。ちょっと開けちゃいますね。いやー、でもなんかすごい考えてくれたんだろうね、私たちティアラを楽しませようって。この白い色がいいじゃん、なんか初心に帰るみたいな。これね、外れるんですね。もうロゴもさ、すごいポコポコしてる。なのかな、感慨深いな。まだ見てないけど。わ、中も何これ、落書き。蓋の裏こんな感じ。お、え、え、え、何これ。一旦ね、一番上にこれが入ってました。開けるよ。じゃじゃーん。は、同じ。通常版と同じ赤色のディスクだね。前の部分にもキング&プリンスって入ってるけど、後ろにもキング&プリンス。で、フォトブックが入ってて、やっぱ通常版より厚みがあります。このロゴの M がさ、ふっくらしててさ、ちょっと温かみがある感じがさ、ちょっとカイちゃんっぽいなって思っちゃう。このロゴ大好き。わ、はだけ撮る。写真集よね。あ、ここにもあった。このフォトブック作る方も多分同じ感性。わかんないけど。翔くんが、ジンくんが、ってやってるやつ。見て！
しかもこのさ、アンドってこんなに何縫い目みたいになってたの。セットとかもやっぱ近くで見ると違うな。やってた、このサングラスね。曲に合ってんのかよく分かんなかったけど、めちゃくちゃ楽しそうだったよね。あ、でもライブ行けなかった方もたくさんいらっしゃるもんね。そういう方はこの DVD ブルーレイで素敵な時間を過ごせるといいですよね。あ、一人ずつのカットもある。結構ある。一人2ページぐらいずつある。わー、素敵。そう、気になってたの、これ。一番下に入ってたやつ、これ何？え、もう事前に知らされてたっけ？え、わかんないけど、ここ指入れればいいの？わかんないけど何？やだよ、壊したくないけど。正解の外し方わからん。これでもうっすらここに折り目ついてんのよ。で、この切り取り線みたいのあるから、外れた。え、分からんち。え、もう発表されてた、これ。私もほんとステッカーなんだろう。ステッカーっぽいよね。あ、あ、いっぱい入ってる、見て。あー、見て、今日はピザやろね。え、これ何、全部さ、もしかしてかいちゃん考えた？すごくない、この才能。すごいんだけど。もう箱開けるだけで楽しませてくれんじゃん。ちょっと今から見ていきたいと思います。やばい、もう着替えちゃった。最初から着てろよって感じなんだけど、もう大満足の内容が盛りだくさん。もうね、通常版だけでも結構満足できると思う。ただね、正直内容が違いますんで、両方欲しいって思っちゃうのがティアラの差がだと思うんですが、あ、今日はね、ちょっと今から多分 DVD とかブルーレイとか見る方いらっしゃると思うんで、内容あんま言えないかなって思ってるんで、ワードぐらいしかお伝えできないんですけど、まずさ、この通常版なんだけど、東京ドームの最終公演日4月18日の収録がされてるって聞いてたんだけど、それはね、ディスク1に入ってるもので、ここに書いてあるんだけど、ディスク2に福岡ペイペイドーム4月2日ダイジェストって書いてあるの。ほぼほぼね、全部入ってると思っちゃうよ。ほぼ2公演分見れるっていうこと、通常版でも。で、シンデレラガールとナナナのダンスショットもあるんだけど、シンデレラガールはザ王子様っていう感じだし、逆にナナナはもうかませって感じっていうか。で、衣装がさ、レン君がデザインしてるんだよね。振り付けは紹介だしね、見てほしい。あー、なんかもう話したいことがたくさんありすぎて、どっから話していいかわかんない、まあ、とにかく通常版だって特別。通常版の企画もあって、福岡ペイペイドームで謎解きをして、で、これもなんかキンプリちゃんたちのなんか普段の会話とかもこんな感じなのかなって感じるような、仲間内の会話を感じられるし、大阪公演は京セラドームの横にあるなんだっけ、タグボート大賞知ってます？お店が始まる前なのか、キンプリちゃんたちが訪れてて、この後絶対混むじゃん。まあ、私もね、いつか大阪行く機会があったら行ってみたいななんて思うような場所だった。でもとにかくこの企画ものって毎回そうなんだけどさ、なんかそれこそ YouTube 見てんのかなみたいな感覚になるような、こうラフなキンプリちゃんたちが見れるからすごく良くて。でも私なんかずっと思ってんだけど、キング&プリンスって本当にティアラのこと特別扱いしてくれるよね。そう思わない？結構それも最大の魅力なのかなって私は思ってて、カメラがさ、例えばキンプリファイターズゴーゴーゴーみたいにやるときもそうだけど、こう演じの中に入れてもらってたりとか、まあ、他のグループもそうかもしれないけど、会話しててもなんかメンバーの一人なのかなって思わせてもらえるような感覚に陥っちゃう。なんか仲間内みたいな。内容ももうご覧になった方はわかると思いますけど、結構キンプリちゃんのこと追ってないと何の話なのかなって思う時もあるわけじゃん。これがもう仲間内の話って感じがして、ちょっとファン心理をくすぐるっていうのかな。
今までのキンプリちゃんのことはあんまり知らなくって、ライブ映像初めて見るよっていう方に一つお伝えしておくとすると、ランドっていうライブがあったんですよね。それはコロナの時期で配信ライブになっちゃった時があったんだよね。で、その時に、キンプリ学園っていう、岸くんの企画されているコントみたいのがあったんだよね。で、その時に、まあ、舞い降りてきた役なんでしょうかね。花より団子に出てくる花沢類さんをモチーフとされたジグザー類先輩っていうのが、ジンくんの中に降臨された時期があったんですよ。そしてちょっとそれがね、今回のライブにも若干反映されてるという。あと、この時期、アニメのコナン。で、ジンくんってコナンがすごい好きだから、工藤新一くんをモチーフにした、ジグドー新一くんっていうキャラクターも、たまーにジンくんに舞い降りるっていうことだけ知っていただければ、より楽しめるんじゃないかなって思います。こういうのも全部うちはネタっていう感じだなって思ってて、その仲間に入れてもらってる感がすごく嬉しくなっちゃうんだよね、私は。で、この初回限定版の方は、ディスク2の方に、メイキング映像みたいな、あ、ドキュメンタリーオブキング&プリンス、キラキラかっこいい王子様っていう一面だけじゃなくて、もっとリアルな姿が見えるっていう感じなんだけど、それがまたさ、いいんですよ。何がいいって、仕事してる男って感じなの。だから別の一面もまた見れるし、あとなんかさ、裏側だから毎回こうジャージだったりとか私服の様子とかもチラッと映るわけじゃん。私さ、もう本当に岸くんの、岸くんってやっぱスタイルがいいからなのか、こうジャージ姿とか、なんかその、岸くんの服装も結構好きなんだよね。シンプルですごくラフなんだけど、すごいそれが似合ってるし、その姿を見るのが本当に好き。あとなんかキュンプリ劇場のダイジェストしか書いてないから、それだけかと思ったら、結構他の会場の MC とかもね、入れてくれてんの、ここに。それこそ私、SNS のレポまとめを結構してるじゃないですか、YouTube の中で。実際、行けてないから、本当にレポされたものを、こう、想像の世界で楽しむことしかできてないけど、もうちょっとね、見れるの、映像が、それがすごく嬉しくて、あ、そういうこと、あ、こういうことだったの、あ、その衣装ってそうなってたのみたいなのを見れる。だ、そういった意味でも、すごく満足できる。あとはさ、公演ごとにさ、メンバーの髪型、髪色、結構変わったりとかもするし、恋は優しくないっていう楽曲の時、みんなね、それぞれサングラスするんですけど、毎回違うものをつけてるんだっていうのも見れるし、正直さ、あれとか賛否両論ありそうだし、結構カオスだなって思う。私はね、みんなはなんか納得してるかもしれないけど、私は納得はしてるんだよ。納得はしてるんだけれども、合ってる?みたいなとこもあるし、うん。それも込みで楽しい。なんか、心を揺さぶってくれるっていうのは間違いないじゃんか。そういうね、ライブが詰まってます。それにさ、このミスターっていうライブは、本当にキング&プリンスの過去を振り返れるような内容になってるから、ジュニアの時の曲とかね、歌ってくれたりとかして、今後のライブでもう聴くことができないのかもしれないって思う内容が入ってたりすることを思うと、結構レアな DVD なんじゃないかなって思います。あと4月3日のさ、カイちゃんの誕生日の日、バースデー公演ちゃんと収録されてます。メンバーの誕生日ってさ、絶対見たくない？なんかケーキも見たいし、どんなリアクションかも見たいし、お祝いできるその同じ瞬間に時間を共にしてるような感覚になれるのも嬉しいよね。あと翔くんの先生も収録されてます。ちょ、言ってる意味よくわかんないかもしれないですけど、ぜひ見てください。で、初回限定版の特典映像は東京ドームで鬼ごっこ。もうこれほど意外な展開だったから、本当に裏切りがあって楽しませてもらえると思います。あと名古屋公演の方もドライブしてる時のさ、車内の会話とかもさ、めちゃめちゃ普段の会話っぽくてさ、ああいうの見れるのすごく嬉しくない？だし、公演の前にみんなでドライブして移動してるから、遭遇した人すごくない？だってこれからライブ会場でも会えるのに、その前に会えるとかさ、もう絶頂な興奮でライブに参戦できるんだよ。最高だよね。いや、羨ましいなってめちゃくちゃ思った。いや、なんかもうほんと、ほんとにさ、まだまだ話足りないぐらいなんだけど、あんまり言っちゃうとね、全部喋っちゃいそうなんで。この辺でやめておきたいと思います。というわけでね、キンプリちゃん1月17日の本日フラゲ日に
なんとデビュー発表会見5周年を迎えましておめでとうございます。そんな日にキンプリちゃん付けの一日を過ごさせていただけて幸せです。まあ、今後ねどんな風になるかわからないですし、なんか SNS 見てたらこう映像の中にねその10年後を見越した話し合いみたいなのもされてて、キンプリちゃんたちがまたちょっとしたね憶測を呼んでしまうようなことが起きてはおりますが、未来は誰にもわからないということで、すっごくみんな楽しそうにしてたし、本当に私たちティアラに幸せを届けようって精一杯愛を込めてくれたライブなんだなっていうのはすごく伝わってきたから、もうそれだけが真実だと思うし、今のキンプリを愛するっていうことだけを続けていこうと思います。まあいろいろと企画してくださってるし、それを一つ一つ全力で楽しんでいこうかなと思ってる次第であります。まだ買ってないよっていう方とかおすすめではあります。見終わった後に大好きとしか思えない。本当にもう何度も見返せる、何度も見たいと思う。やっぱ好きだな、やっぱ好きだな、やっぱ好きだなって思いながら見てるから、いやなんかもう本当止められないや。ちょっとはというわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。